皆さん、こんにちは。滝沢の勝成でございます。勝成の滝沢でございます。どうも皆さん、こんにちは。今回の動画はこちら、エレキギターのワイヤレスキットのご紹介させていただこうかなと思います。普段皆さんがね、ギター練習するときにそのワイヤレスキット欲しいなとか、ワイヤレスキット買おうかななんて思うことってなかなかないと思うんですけれども、ライブで活躍することはもちろんそうなんですけれども、何気に自宅で練習するときもとてつもなく重宝するキットなので、よかったら動画を参考にしていただけますと幸いでございます。普通に見るとちょっと欲しくなってしまうと思うので、そこだけ気をつけてくださいませ。今回の動画で紹介させていただくのは2機種。Line 6のリレイ G10 という機種と、あと X5 という機種の2つをご紹介させていただこうかなと思います。それぞれメリット、デメリットとか、ね、特徴とかがあるので、そういったものをお話しさせていただこうなという感じでございます。まずこちら。X5 という機種に、紹介させていただこうかしら。昔はそのワイヤレスキットって何気にすごい高くて、こうラックタイプのやつとかね、その10何万円とかしたりとかしたんですけれども、安くてもコンパクトタイプのやつが3万円、4万円とか、そのぐらいだったんですけど、なんとびっくりと2万円を切る機種が出てきてしまいました。おそらく今発売されているワイヤレスキットの中でこれが一番安いワイヤレスになるかなという感じです。他にも安いやつあるかもしれないですけども、めちゃめちゃ戦力になるというか、めちゃめちゃ実用的で安いやつというと、本当これが、ね、今一番有力なんじゃないかなと思います。だいたい1万5000円ぐらいで買える機種なんですが、買うとレシーバー受信機とトランスミッター送信機の2つが入っております。で、なんかこういう、こちらがその USB になっていて、USB からマイクロ USB に二股でこう分かれているケーブルもついているんですけども、まあ、使う前は、ね、こんな感じでマイクロ USB をこちらに接続して、何かしら USB の充電器とかパソコンとかにつないで充電してという感じで使えるみたいです。ほい。何気にこのケーブル便利ですよね。USB からマイクロ USB が二股になっているみたいな。このケーブル、僕の何気にすげえ欲しいんですけども、これ売ってないんですかね。なんかすごい USB 充電器。USB で充電する機器をたくさん持っているので、このケーブルすげえ欲しいんですけども、もし何か知っている情報がありましたら教えてくださいませ。まあ、そんな感じで、その X5 はこんな感じの風貌でございます。使い方もとってもシンプルで、チャンネル切り替えボタンと電源スイッチ、この2つだけしかありません。電源をこうバンと入れると、ちょっと、ね、ランプがまぶしくて目隠ししてしまっているんですけども、赤いランプがついて、で、青いランプがつけば接続完了だよ、接続しているよという状態になりますので、これで使える状態という感じです。実際にちょっと音を鳴らしてみましょう。レシーバー、受信機の方を、アンプの方につなぎます。で、アンプにつないだら電源をオンにします。で、こっちの送信機の方も、ギターの方に接続をします。で、電源をオンにします。で、これでもう音が出る状態です。あら、便利。こんな感じです。で、電源を落とすときは、ギターから抜くときは電源を落としてから抜くか、もしくはまあいつも通りにアンプの方で電源を落としてから、ボリュームを落としてから、ギターから抜くという、そんな感じです。すっごい便利じゃないですか。なんか普通にこっち側は、ね、その差しっぱなしにしておいて、適当に USB にその充電しておいて、で、なんかこう何かしらでこうちょっとギター弾こうかなと思ったら、もうこのまま電源をオンにすれば弾けるわけですよ。でも今日練習いいかなと思ったら、このまま電源をオフにして、あっち側も電源を切っておいて置いておくと。で、もちろんワイヤレスなんで、このままいろんなところに移動することができるわけです。まあ、我が家は普通にこうワンルームなんで、ね、そんな広い家ではないんですけれども、普通にこのままストラップつけてね、そのままこう、ね、台所に行ってこう、ね、お酒を飲みながら、なんかご飯を作りながらギターを弾くこともできるし、何か取りながら、ギターを弾くこともできるし、もうこのままその、ね、サクサクといろんなところに移動できるんで、あら、これは便利って感じですよね。普通にそのギターで、普段、ワイヤードで、ワイヤレスがない環境で練習するときっていうのは、やっぱりこう、ね、ギターを持ってこのジャックを挿してみたいな感じの、なんか何かしらのこのストレスがあったりするんですけども、つけっぱなしにして電源入れるだけですぐギターが弾けるという、この便利さ。この辺の便利さは、チューニングが素晴らしいね。この辺のです、ね、手軽さは、これ本当すげえなって感じですね。これは昔欲しかったって感じです。学生のときからこれも欲しかったっていうぐらいすごい便利な感じです。で、いろいろこうね、遅延とか音質の劣化とかも調べてみたんですけども、ぶっちゃけ音質の劣化に関してはほとんどないと思っていいと思います。一応、そのアナライザーに突っ込んでちょっとテストをしてみたんですけれども、高音域にね、ちょっとだけこの、
カナレのケーブルと比較したときに、その何キロだっけかな、2キロぐらいかな、2キロヘルツぐらいのところにちょっとこう、ね、劣化があるかなぐらいで、ぶっちゃけその音質の変化とかほぼほぼないと思っていただいて良いかと思います。で、遅延、その遅れが出ているかどうかもちょっくらテストしてみました。ギターを構えて、こういうコンデンサマイクを、ね、その目の前に設置して、で、それと同時にこの X バイブを接続して、インターフェースの方に流して録音と。つまり、その僕がギターをボンと弾いた瞬間に、コンデンサマイクの信号とこの X バイブの信号が直接キューベスに行くようになっていて、それと同時にこう録音していくという方法でテストをしてみました。そしたら、このコンデンサマイク側の波形が出てから、4ミリセカンド、つまり 0.004 秒後に X5 の方の信号が出てたという感じになったので、まあ、結果的に4ミリセカンドの遅延があるということになりました。4ミリセカンド。1000ミリセカンドで1秒なので、4ミリセカンドというと、まあ、0.004 秒ということです。まあ、かなり小さいですよね。かなり小さいですよね。かなり小さいです。もうほぼほぼ遅延ないと思っていいんじゃないかなって思っていいレベルで小さいです。すごい、こんな1万5000円とかで、ね、こんな手軽に使えてね、こんだけ音質劣化も少なくて、こんなに遅延も少なくてって、もうこれ半端になって感じですよね。で、ちょっとこの間その路上ライブをしたときに、ある程度こうね、その離れてやってみたんですけれども、10メートルぐらいまではね、離れても大丈夫そうでした。まあ、曖昧に障害物とかね、その壁とかがあったら反射は違うんですけれども、アンプと僕の距離に何もない状態で、その障害物と何もない状態で10メートルぐらい離れても、向こう側の石川さんが、ね、聞こえるよってやってたんで、多分大丈夫ということだと思います。そんな感じで10メートルまでも離れても大丈夫そうな感じでした。もうちょっと行っても大丈夫かもわかんないですけども、それ以上はテストしてない感じです。そんな感じのこの X5 推しなんですけれども、いかがでしょうか。超便利ですよね、マジで。で、他の特徴としては、そうですね、見た目がダサい、とっても見た目がダサい、見た目がとってもダサい、これは本当にもうちょっとなんとかならなかったのかなってすごく思いますよね。まあ、今ちょっとストラトに刺しましたけれども、ね、なんか超ダサくないですか。なんでこんなカブトムシの尻みたいなデザインになっちゃったんだろうって感じですよね。なんかもうちょっとこうスマートにしていただけたら、すごく嬉しかったのになぁなんていう感じでございます。で、これまだね、ストラトとかだったらまだいいと思うんですけど、も、セミアコとかこれ最悪っすよね、マジでね。あ、これセミアコ、このギターは大丈夫か。これ横に刺すタイプなら大丈夫なんですけどね。セミアコでもそのなんか前に刺すタイプあるじゃないですか、ここら辺に。そうするとこんな感じでこの X5 が鎮座してるわけですからね。これはなかなかのつわもんだぜみたいな感じですね。で、さっきその、ね、このパイロットランプ、電源ランプがその眩しいから目隠ししているなんて話したんですけれども、これテープ貼ってるから、ね、別に何も見えないですけれども、テープ貼ってないとすげえ眩しいです。なんで、そのライブとかで使うときに要注意って感じですね。ちょっと照明が暗くなったりとかすると、ね、この赤がビカーって光ることになってしまうので、まあ、何かしらで目隠しをしたりとか、見えないところにその配置をするとかして、ちょっと工夫した方が良さそうです。こんな感じで、すごく音質的にもいいですし、遅延的にも全然優れてるんですけれども、いかんせん、見た目がちょっとよろしくねえなっていう感じですね。そんな感じです。で、モノラルジャックなので、エレキギターだけじゃなくて、普通にアコギにも使うことができます。僕も普通にこれ、アコギ、エレアコに挿して使ったりとかしてるんですけれども、エレアコでも十分使うことができると。アクティブタイプのピックアップにも使うことができます。そんな感じの特徴です。で、もう一個、これ。ライン6の リレイ G10 という機種です。まあ、これも普通に買うと2万3000円前後かな。そんな感じの機種なんですけども、これはまた素晴らしい、商品です。素晴らしい機種です。ちょっと僕はこれ今友達から借りてるんですけども、すごい使いやすいです。すごいスマートですし、すごい使いやすい。こんな感じ、見た目としては。表にドックがあって、後ろ側にその USB で電源供給をするので、USB のジャックがついております。USB の差し口というんですかね。なので、そのボードの中に、ね、その USB の充電器とか突っ込んで、USB 電源供給をしなければいけないんですけれども、そんな感じです。で、こっち側にそのアウトプットが2つあります。バランスのアウトプットと普通のギターのジャックのアウトプットという感じですね。なので、実際使うときには、ここからその USB をつなげて、電源供給をして、ここにジャックを挿して、アンプとかにつなげるという感じで使っていきます。で、表のこのジャック、これ何やねんという話になるんですけれども、電源供給されている状態で、このトランスミッター、送信機をこうドッキングバーンとすると、
このトランスミッターが充電されるという、そういう感じの仕組みになっています。で、マックス充電すると8時間持つみたいです。結構持ちますよね。そんな持たなくてもいいのになってぐらい持ちますよね。そんな感じの特徴になっております。すごいシンプルですし、すごいスマートですよね。その X5 と違ってとってもスマートでかっこよい。これは素晴らしい。これは素晴らしい。で、これ面白い特徴として、USB で電源取るじゃないですか。で、このジャックでアンプとかにつなぐじゃないですか。で、電源オンオフとか得意ないんで、これで準備 OK なんですよ。で、こっちのトランスミッターの方も電源オンオフがあるわけではないので、レシーバーの方のセッティングを完了したならば、そのままギターにボンと接続すれば、これ自動的にオンになります。さっきみたいにそのスイッチとかでね、そのオンオフする必要はないので、さらに手軽に使えるって感じですね。で、また面白いのが、このジャックを普通はね、そのままこうバンって抜くとね、ブブブブってノイズ出てしまいますけれども、なんかうまい具合にね、そのミュート機能みたいなのが働いて、そのままこうギターからバンって抜いたとしても、ブブっていうノイズを出さずに、抜き差しすることができます。なので、複数本ギターを使うライブのときとかにすごいいいかもしれないですね。3本とか4本とか使うとき、結構ね、そのエフェクターでそのミュートしてからとか、ね、電源を落としてからとかでやるとめんどくさいんですけれども、これだったならばそのままバッと抜いてバッと刺せば、すぐにギターが交換できるので、複数本ギターを使うライブのときとかにはかなり重宝するかと思います。そんな感じの特徴を持っております。で、ちょっとこれはデメリットの特徴になってしまうんですけれども、ピントが合いましたね。わかりますかね。ここが黒いリングがあって、こっち側にその白いリングがあるんですけれども、これ、三芯になってるんですよ。ステレオケーブルになってるんですよね。ステレオケーブル。なので、一部使えない機種が、使えないギターがございます。特にアクティブのギターはですね、ほぼほぼ使えないと思って良いかと思います。アクティブのギターってその、なんて言うんでしょう、その、ジャックが刺さったら電源が入るようになってるんですよ。で、それ、その、モノラルジャックというか、そのね、二芯のジャックに対応するように大体作られているので、こういう三芯のジャックを刺してもね、電源がオンにならないときがあるんです。全部が全部というわけではないんですけれども、多分ほとんどダメだと思います。サスティナーとかついているギターもちょっと要注意という感じですね。少しこのジャックに特殊な加工といいますか、そういったものが施されているギターはちょっと使えない可能性があるので、楽器屋さんで一回試してみることを強くお勧めします。普通のパッシブギターとかは全然大丈夫なんですけれども、ベースでも一部ね、そのジャック周りの回路が違うギターとか、違うベースとかあったりするじゃないですか。そういったものはね、本当に非常に要注意って感じです。ちなみに僕が使っているそのマーティンのエアコとかに関しては、全滅です。これはもう一切使うことができないので、見た目とかも素晴らしいし、スマートなんですけれども、ちょっとその辺のね、使えないギターが存在するというのがちょっとネックな感じです。あと、こっちの X5 だと、その、ジャックから先っぽがこの結構いろいろ動いたりとかするから、まあ、どんな形状のジャックにも適するんですけれども、こっちのリレー G10 だと、ジャックの形状によっては多分刺せないギターが出てきます。アイバニーズの RG シリーズとかちょっと厳しいんじゃないかなと思うんですけれども、ここがそのジャックの刺すところがこの細くなってしまっているギターってあるじゃないですか。そうなると途中で使えてしまって、特にこの出っ張りの部分、こういったところが使えてしまって刺せねえっていうね、物理的に刺せねえっていう問題が出てきたりするんで、ちょっとこの辺は要注意って感じですね。X5 の方は多分ね、この、なんかこのカブトムシの尻みたいなのがね、この動いてくれるから多分大丈夫だと思うんですけども、こっちのリレイに関してはちょっと要注意っていう感じです。で、先ほど、X5 の方の、その音質の変化と CA の話をさせていただきましたけれども、こちらも一応比較をしてみましたけれども、何気にこっちのリレイの方が、カナリケーブルと比べると、すごい劣化が強いような結果になりました。といっても、まあそんな、めちゃめちゃ変わるわけじゃないですけどね。比較すると、まあこんな感じで、ちょっと変わったかなという感じです。で、遅延に関してもまた同じようなテストをしてみました。コンデンサマイクを立てて、これでインターフェースに接続して、で、バンと鳴らしてコンデンサマイクと、このリレイが同時に信号がキューベースに行くようにテストしてみたと。その結果、X5 よりも優秀な数値が出ました。2ミリセカンド。早い。とてつもなく早い。そんな感じの結果が出ました。とてつもなく優秀でございます。音質に関してもね、その劣化はあるっちゃあるけれども、たぶんそんなね、比較してもね、そんなわかんないって感じですよ、本当に。そんな感じで、そのね、2機種の、ワイヤレスの紹介させていただきました。どうでしょうか、どうでしょうか。ちょっと話を聞いていると、いいな、欲しいなってきますよね。
特にこちら、この X5 は私は本当に痛烈にお勧めです。もう見た目がダセいけども、これはもう痛烈にお勧め。安いしね、そのモノラルだからね、使い勝手がね、多分ね、すごく良いと思います。基本的にパッシブのエレキギターしか使わねえよという方に関しては、こちらのリレイもかなりお勧めです。普通にめちゃめちゃスマートだし、そのね、ジャックの抜き差しとかね、その辺のこの使い勝手とかがね、かなり重宝すると思います。これもとてつもなくお勧め。で、これ、いずれにしてもね、僕の中では、乾電池を使ってないというのが結構大きなポイントなんですよ。なんかこういう機器ってのはその、ね、乾電池とかボタン電池とかで駆動するのって何気に多かったりとかするんですけど、僕、電池ってすごい嫌いなんです。なんでかっていうと、いつ切れるかわかんないから。なんかそのライブ前とかでね、なんかこのどのくらい残量があるのかわかんないじゃないですか。まあ、テスターとか使えばわかりますけれども、どのくらい残量があるのかわかんないから、なんかね、その万が一の時に考えて、新品に交換したりとかするわけなんですけれども、それがなんかね、僕の中でね、結構煩わしいんですよ。そうじゃなくて、普通にね、もう USB で充電すればいいだけなので、これはですね、いずれにしても僕の中ではかなりメリットって感じですね。かなり大きなメリットです。で、これ以上ね、その上のクラスになってくると何が変わってくるのかっていうと、その電波が届く範囲が広くなるとか、そんなもんだと思います。マイク のワイヤレスとかに関してもそうなので、マイクのワイヤレスも、ね、すごい安い数万円のものから何十万円のものってあるんですけれども、結局その何が違うかというと、その電波が到達する広さの違いだったりとかするんですよ。で、これ、どっちみち10メートルぐらいまでだったら全然いけるんで、小さいライブハウスとか、普通に自宅で練習する分には、この辺の機種で全然十分だと思います。普通に皆さんがね、もし東京ドームとか武道館とかでワイヤレスを必要とするならば、まあ、元上のクラスが必要ですけれども、まあ、多分そういった機会はね、僕も多分しばらくないと思いますし、皆さんもないと思うんですけれども、この辺の機種で十分じゃないかなという感じでございます。そんな感じで X5 と Line6 のリレイ G10 のご紹介でございました。最後に一つ、余談。ちょっとね、いろいろレビューサイトにも書き込んだんですけれども、遅延に関しては、ちょっと勘違いしないでくださいませ。遅延に関して。4ミリセカンド、2ミリセカンドの違いがある、遅延があるなんて話をしましたけれども、多分これ10メートルとか離れてもね、そんな変わらないと思います。まあ、2ミリセカンドぐらいずつぐらいね、ちょっと誤差あるかもしれないですけれども、そんな変わらない、と思います。それよりも、音の速度の限界の方が、早く訪れると思うので、その辺勘違いしないでください。どういうことかというと、まあ、普通にこのギターアンプがあるわけじゃないですか、ギターアンプ。ベン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 。で、ギターアンプから、じゃあ仮に10メートル離れましたと、皆さんがこう10メートル離れて、で、ギターを持って、ギャインと弾いたとします。で、X5 にしてもリレーにしても、まあね、数ミリセカンド以内にその電波がこうバーンと飛んで、こっち側で音がギャーンとなって、で、ここからその皆さんの耳に届くというか、皆さんの耳にそのギターの音が行くわけなんですけれども、この速度ってめちゃめちゃ遅いんですよ。電波が飛びました。アンプからギャーンとなりました。ギャーン。で、ここから皆さんの耳に到達するまで、10メートル離れてたらね、基本的にね、大体29ミリセカンドぐらいは、ね、遅延があります。音って意外と遅いんです。音って遅いんです。なんで、もし10メートル離れてガーッとギター弾いたときに、あ、遅延やっぱ結構あるなと思って思うかもしれないんですけれども、それは遅延じゃなくて、この音の速さの限界なので、そこら辺は勘違いしないように気をつけてくださいませ。それは別にギターの遅延ではないです。普通に音の速さの限界です。そこだけ気をつけていただければという感じでございます。はい。では、そんな感じで2機種のワイヤレスの紹介をさせていただきました。ちょっくら欲しくなってしまったと思うんですけれども、まあ、よかったら検討してみていただけると嬉しいなという感じです。何度も言いますけれども、これマジいい。本当に。アコギでも使えるというのが僕の中で超絶プラスポイントでございます。では、そんな感じで、また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、パハハイ、パハハイ。